外食。それは突然やってくる。たとえダイエット中であってもお構いなしにやってくる。痩せることを宿命づけられたわがままボディを持つ私たちにも、外食に抗う術がいくつか残されていた。今日の朝ごはんはソーセージ、エッグ、豚汁と見覚えのある唐揚げです。分け合って軽く済ませる。体重測定のコーナー、今日は 68.6キロ。昨日食べ過ぎだぞ。イエス、皆さんおはようございます。というわけで今日は山奥走ってます。まだね、8キロぐらいしか走ってないですけど、今日はね、30キロちょっと走る予定ですね。もうちょっと走りたかったけど時間がなくなっちゃった。というわけで今夜ね、寿司か焼肉を食うという運命にあるんですよ、私は。そういう場合にダイエット的にどうすればいいのか、最善策をやっていきましょう。とりあえず皆さん、寿司か焼肉って言った時、どっち食った方がいいと思いますか？まあ普段だったら好きな方を食えばいいんだけれども、今はダイエット中であります、私は。というわけで全力で米は回避しなければいけません。なので今回の正解は焼肉に行くことですね。なのでとりあえず寿司になるべく行かないように、肉になるように、肉になるように。あれ、肉食いたくねっていう LINE を送っておきました。とりあえずお米は回避だ。レモネード飲んでまだまだ走っていくわ。そしてもうちょっと走ったところで何か乳製品を取ろうと思いますね。セカンドミルクをゲットだ。明治ブルガリアヨーグルトでセカンドミルクをゲットだ。いやーゴート、ゴート、耳がいいな。一瞬で俺に気づいたぞ。もうね、彼一瞬で俺に気づくけどすぐ興味失っちゃうんだよな。バイバイゴート、ここまで来るの結構大変なんだぞ。バイ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 。ちょっとマジで元気がねえわ今日。梅パワーだ。いやー今日はなかなか調子上がんなくて疲れたな。まだね結構距離あるから頑張って走るか。はい、最後の水分補給だ。嘘です、もう一本飲みます。いやしかし今日めちゃめちゃ調子悪かったな。本当に疲れた。先々週95キロ走った俺はどこに行ってしまったんや。夜ご飯はなんとお寿司でも焼肉でもなくステーキにすることに成功しました。やったぜ。ただしここのカレーが美味しすぎる、ついご飯を食べてしまいました。ですが回転寿司で食べまくるのとか焼肉の食べ放題で食べまくるのと比べたらはるかにマシです。今日の成績表です。ぶっちゃけ夜ご飯のカロリーにビビってましたが、数字に起こしてみたらこんなもんでした。やっぱり食べ放題は回避してよかった。はい、こんばんは。そういうわけでダイエット中に外食に行かざるを得ないことってあるじゃないですか。まあそういう場合はどうするかっていうのを今日やってきたんですけれども、最強奥義は断るですね。ただなかなかそうもいかないじゃないですか。断れない場合、次に何をするか、次に取るべきは米は避けるということですね。今回はお寿司ではなく肉にすることに成功しました。そして3つ目に取るべき策としては、食べ放題はやめるということですね。焼肉食べ放題や回転寿司にしてしまうと、食べる量が自分の意思で決定できるんで、食おうと思えばいくらでも食えてしまいます。それは大変危険です。今日は着せずしてお寿司でも焼肉でもなくステーキにすることができました。これはね、良かったと思います。皆さんもダイエット中でしたらうまく外食と付き合っていきましょう。大事なのはダイエットすることより外食を楽しむことです。